はい、今回はですね、カッティングの時の右手部分、これをドアップで撮影しながら少し解説したいと思います。まずですね、カッティングちょっと弾いてみますので、見てみてください。こんな感じですね。で、こちらのフォームですけれども、ピック、親指と人差し指で持ってますが、それ以外の指ですね。で、よりちょっとこう単音のカッティングとかで正確に弦を捉えたい場合なんかは、私の場合は、この小指、薬指、中指あたりをですね、ちょっとピックガードのボディのこの表面のところに添えてやる感じですね。そうやると、親指、人差し指の位置が安定します。だからまあ安定というのはこの弦とピックの距離ですね。これがこう上がったり下がったりっていうのが防げますので、まあより正確にコントロールしたいときは、ちょっと指をピックガードに添える形でストロークしています。で、もちろんですね、握り込んで思い切ってストロークをする場合もあります。で、これでもできるんですけれども、やはり細かいですね、ちょっと細かいフレーズ、コントロールが必要な時はちょっと添えてやってます。で、ちょっと握り込んでも弾いてみますね。という感じになりますね。やはり握り込むとですね、もう制約なく思いっきりこう触れますので、まあカッティング的にはよりアグレッシブな感じで聞こえさすことができると思います。ということで私の場合はまあ握り込んで弾く場合、思い切ってストロークする場合と細かいコントロールが必要な場合はちょっと手を添えて距離を測ってやる。で、こちらのピックの位置を安定させてやると。その二つの方法を主に使ってストロークしています。